今日はね、これをね、使って、電力で、運転できるね、ファンヒーターをね、作っていきたいなと思います。なんで作るのかなっていうところであれば、ちょっとね、今、仕事でね、ちょっと使ってるファンヒーターがね、1200ワットで運転してるんですけど、ほぼほぼね、毎日、一日中ね、もう回しっぱなしになってるんで、電気代とかもね、今後、電気消費量をね、減らすっていうところで、1200ワットをね、一旦ちょっと、今回作るタイプは、46ワット。で、その必要な、熱がちょっと取れるようにやっていきたいなと思います。で、46ワットでね、ちょっと、温度が、必要なところまでいかなければ、ちょっと、ペルチェをね、ちょっと足していって、最低ね、その100ワット以内にはちょっと抑えたいなと思いますので、増やせばね、なんぼでも対応はできるんですけど、極力ね、省電力でいけるようにやっていきたいなと思います。ペルチェね、一応今回、これ4つと、で、ここの2個ね、ちょっと外して、6個でね、このアルミをちょっとぬくめて、で、この横はね、ちょっとファンでね、こっから、軽く温風を出すようにね、していきます。電源はちょっと今回ね、こういったUSB のね、電源使いますんで、ペルチェの方ね、ちょっと線が USB になってないんで、こういった商品のね、先端ちょっと切って、線つないでいきたいなと思います。それでね、ちょっと一旦 6個つないで、どのぐらいね、ぬくもるか確認していきたいなと思います。ペルチェの方はね、まだ十分在庫あるんで、ちょっと1個失敗したんが、ちょっと日本橋でね、買ってきた、サーモヒューズなんですけど、これ一旦熱加えるとね、もう終わりみたいな、ちょっと冷めたらね、使えるのかなと思って、買ってやっとったんですけど、もう一回ね、熱加わったらもう終わってしまう、ちょっとサーモヒューズだったんで、そこはね、またちょっと、もう一回またね、見に行って、で、それまたつけていきたいなと思います。今回は POI で、今からね、作業していきますんで、また途中とかね、出来上がったら動画撮っていきますんで、以上です。